どうもバンです。やりましたよ、やりましたよ。作戦大成功ですよ。こっちにね、かき集めた石を集めてたんですね。で、そうしたところですね、ここ見てくださいよ。砂がね、堆積してるんですよ。で、ここにね、割と大きめの瓦礫があったんですね。で、この瓦礫はもうゴミ出しもできないぐらいでかいやつで、しかも砂に固定にめり込んで、もうどうしようもなかったんですよ。でもそんなにね、突出はしてなかったんですね。で、ここに、石を集めることによって、ここにね、砂が堆積してくれるんじゃないかなと思って見てたらですね、ほら、やりましたよ、砂ゲットだぜっていう感じでね、ここに、ね、砂がちょっとずつ溜まっていてくれてるんですね。で、こんな感じで、砂の流れを応用してですね、もうどうしようもない瓦礫とかはもう、湖の自然の力で覆いかぶせて、で、湖岸を訪れる方がですね、足を怪我しないようにっていうね、そういうことをね、考えてます。で、今日はですね、この辺ちょっとカスとか貝殻とかがありますが、この辺ちょっとブラッシングしていくのと、ずっとこちらの方もですね、貝とカスと、枝とか枯葉とかが溜まっているこの辺をね、回収して、で、燃えるゴミ、枯葉とかねは燃えるゴミなんで、それは、ゴミ出しして、で、貝殻とか小石ですね、砂利とかは、あちらの方にね、岩場がありますんで、その岩場の方の岩の隙間にね、埋めていくんで、陸地の方にね、なだらかに傾斜させていくというようなことをやっていこうと思います。あと、それからちょっとね、こちらの岩場なんですけども、この辺ももうちょっと砂利が溜まってるのを、なんとか、回収したいっていうのと、あとはちょっとこの辺から、岩がね、多すぎるんですよ。これちょっと ここまではいいんですよ。ここまではいい。で、こっからね、岩がね、ちょっと広がりすぎてるんですね。で、ちょっと危ない。ここに来て遊ぼうっていう人がね、やっぱりどうしても出てくるんですよ。なので、この岩の列をですね、もうちょっと狭めて、で、もうちょっとここの上に、もう一段ね、石を設けて、で、砂利が、流出していかないようにすると、そうすることによって、木も、波から守れるし、あそこ、一番浜掛けが著しいところですね、この辺り、この辺りの浜掛けも、防止できるかなと。これがね、防波堤じゃないんですけれども、ここに、ここにさっきのところのようにね、ちょっとずつ砂が溜まっていってくれて、で、ここに砂が溜まってくれさえすればですね、あそこの浜掛けが著しいところまでね、波が行かないんでね、っていうようなことをね、ちょっとずつですけども整備していこうと思います。まずはこの辺のゴミ拾い、それから、こういう陶器の類ですね、ガラス破片もありました、そういうのをね、回収、ゴミ拾いの方からやっていこうと思います。それでは作業開始。はい、どうもです。思いのほかカスが多いんで、ちょっとね、手編み、網ですね、すくい網持ってきます。はい、手編み持ってきました。これでね、まず網の中、カゴのね、カゴの中の浮いてるやつをね、これですくいます。いわゆる水上置換ですね。それでは作業続行。
はい、どうもです。ちょっと一段落なんですけども、ちょっとね、解説いたします。ここの、石組み、岩場なんですけれども、ここがね、まあまあ高いんですよ。で、こっちの方が低いんですね。でね、あと、この石、これね、積み方間違えてます。ちょっと、このね、この面を手前にしないとダメなんですよ。というのもあって、ここの基準に、こっからちょっとこうやって、で、この高さにちょっと揃えますわ。でないと、こんなゴツゴツしてるのも危ないですし、で、どうせこの積み方は間違った積み方なんで、ゴロンとこっちの方行くんですよ。ちょっと、やり始めようかな。あの辺に石が余分にあるんで、それを使えばね、この高さを揃えられるんで、ちょっと、30分ぐらいかかるかな。ちょっとやってみよう。はい、どうも。結局ね、もっと手前からやるならさんとダメですね。もうちょっと解説いたします。この手の石ね、切り出した跡がありますね。これ石切り場で切り出してきて、で、余ったやつを捨ててますね、どうやら。でね、これなんか特にそうなんですけど、これ多分石組み用に切り出したやつなんですよ。これ円錐形になってますでしょ。四角柱になってるんですよ。でね、この面を手前にするんですよ。でないと、重心を向こう側にね、しないといけないんですね。これもそうですね。これじゃダメなんですよ。ちょっとやり直します。ここまではまあいいか。よし、じゃあやっていこう。はい、どうもです。ちょっと解説いたします。結局ね、この、石組みのこの辺から結局全部やり直し、全部じゃないな、4つだけ残して、あとはほぼやり直しましたね。この石組みはだいぶ前に組んだんですけども、やっぱり石組みの知識がまだそんなになかった時に、組んだやつなんで、非常に組み方としてはね、あんまり良くない組み方でした。で、今回、ちょっとはマシなね、組み方にしてみました。まだね、そうですね、 60% ぐらいですけども、全部そのうちできると思います。もうちょっと解説しますと、結局ね、石組みって、向こうの方に倒れていかないようにしないといけないんですよ。なので、石を積むときに、少しだけ手前の方、この陸側の方に、転げていくような、重心の置き方をしていけばですね、そんなね、ギチギチに大阪城の石組みたいに隙間なくね、やる必要はなくてですね、で、あとはもうちょっとね、この辺りに、この辺でかき集めた砂利をこうやってやっとけば、いいというふうにね、考えてます。で、この辺までできましたね。これちょっとまだ仕上げっていうか、入れるとこがなくて、ちょっとまだこの状態なんですけども、こういうふうに
なんですかね、手前の方に倒れてくる、これ基本にした方がいいというふうにね、いろいろ勉強して、学びました。あの辺もねちょっと結局逆なんですよ最初。あれはまあいいとして、特にこれとかこれとかね、ちょっと全然合ってない置き方してるんですよね。でこういうふうに 広く置いて、積むっていうかやっておくとですね、やっぱりこの辺今水がちょっと、増水してきたんで、こんなところ行く人わざわざいないですけど、夏場とかってこの辺ね子供とかがぐいぐい行き寄りますんでね、そこでやっぱここでこけるということを考えたらですね、もうちょっとこう濃縮しておいた方がね、まだいいというふうに、思いました。でほんまはこの石の手前ここの部分に、細かい、石ですね、このくらいの石、を入れるといいらしいんですけども、ここはねその必要ないんですよ。というのもここの下は、この柳の木、この柳の木の根っこがここまでマット状に来てて、でここが崩れることはないんですよ。で、ほんまはその柳の木の根っこがなかったらですね、ここに、もうちょっと中ぐらいのね、バラスみたいなねそういうやつを入れてで、やっていくわけなんですね。ですけど、あとはここに、そこら辺にある砂利をかき集めてふるいにかけてで、散布していけばいいというふうに思いますね。でぐるっとここまで来てこの辺まで、根っこがありますんでこの辺までねやればいいかなと。じゃああんなとこまでやる必要ないんですよね結局は、でもうちょっとこう濃縮したような、石組みにして、で余ったやつはもうちょっとこっちの方に持ってくるであるとか、第二岩場の方に持っていくであるとか、するようにしようというふうに思います。だいぶ水かさが増えてで、砂の供給もねありますね。なので、ここの砂はもうこんなもんかなと。で、ここに結局もうちょっと深場ができちゃったんですよねなぜか。で、この辺にどんどん砂利を入れてたんですけども、見たとこ砂利がね、あんのかなないのかよくわからん状態ですね。あの辺はあるか。で結局なんぼ川のとこに砂利を入れても多分 この辺に流れていったんかな。というかないな、どこ行ったんやろ。というか埋まったんかな、ちょっとその辺はよくわからないですけどね。あとは、この辺までもうちょっとねブラッシングしたいですよね。あの辺も砂利がいっぱいあって、砂利を集めてでこの辺にこう、敷き詰めていくという風にしたらより安全性がね高くなって、夏場この辺りで水遊びをする子どもたちが安全に水遊びができるんじゃないかなという風に思います。その辺もねもう石だらけだったんですけども、なるべくそういう危険なところがないようにしたいという風に思ってますね。なとっかな。もうちょっとだけねあそこ、雑に組んであるやつをなんとかしてで整備していこうというふうに思います。ではでは。